をくるくるします。あららららら、いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はアイアンマンの第20号を組み立てます。今日はじゃじゃん、なんかワッシャーみたいのが入ってますね。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの中間アイアンマンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それではアイアンマンの20号を作っていきます。お、結構エレキ版今回ありますね。よし、20号作っていきます。頑張っていきます。ちょい、うわ、長いネジが入ってる。まだ開いてなかった。開けますよ。肩の部分って感じですね。はい、今回もエレキ板が入ってて右肩の関節を組み立てるみたいです。マガジンも面白そう。はい、はい、じゃあ今回は 1,2,3,4,5 ちっちゃいのが5個ついてます。じゃあ早速このエレキ板を貼っていこうと思います。まずはこの関節なんですけど、ここにこれを貼っていきます。よいしょ、よいしょ、これがどっちもかな、反対側もか。じゃあ、どっちからでもいいね。真ん中に絶対にかからないように貼ります。はい、そしたらまあまあ、ちょっと真ん中じゃなかったけど、まあまあ、OK。そしたら、このガスケットワッシャーの、これ凹凸あるけん、うん、平らな方に貼ります。真ん中も一緒にくっついてくる。
どうしたらいいかな。両手でそっと置くがいいかな。はい、4つ目にしてめっちゃ上手。はい、そしたら次はこのこれをね、ここにはめるんだけど一緒かな。こちら、こっちがボコってなってる方で、これとこれは同じもので、これを被せるんだけど、このピッピがちょっとこっちが下になってる、ま、ちょうどこのピッピが真ん中じゃなくてこっち寄りになってるから、こっち寄りを下にして、こうでしょ。そしたら違った、こっちだった。これとこれを、この出っ張りとこの出っ張りを、こうか、この出っ張りとこの出っ張りを円柱の穴に合わせてセットする。あ、こうね、こうなってます。そしたらこれの、これをこっちが下側にして、こうこう下になるようにして、こう違うね、こうだ、こっちを下になるようにして、そしたらこれをかぶせていきます。違うか、うん、あっちゃうよね。こっちが下側ですよ。でこれをここにはめていく。あ、こうか、サンドイッチ、よし、できた。サンドイッチしました。はい。そしたら、こっち向きにして、ネジいきます。セットします。表裏は平らな方を一緒見えるけどな、こっちにして、わあ、ついてくる。はい、でネジを FM ネジ、
違うわ。間違えた。こうして、こうしたら反対からか。これ押さえちゃって、裏返してこっちからネジ止めだ。こうか。あ、OK っぽい。で、肩の関節を組み立てます。はい。これはギューでいいかな。ギュで、これは肩の関節は腕を支える部分なので、ネジはきつくしっかり締める。はい、ちゃんと書いてありました。ギュッ。力を入れて少し動く程度で良い。全然動かんけどネジはきつくしっかり締めちゃったら動かんよ。ちょっと緩める。あ、動いた。これが力を入れて少し動く程度にきつくしっかり締める。むず。いや、どうかな。結構硬すぎるかも。ちょっと緩めとく。こんぐらいにしました。はい。じゃあその2つは予備だったかな。これは余りました。はい、ということで今回は左肩関節を作りました。完成。イエーイ。アイアンマン、分かりやすくて、分かりやすいのに間違えてるけど、ありがとうございます。これもね、また次回っていうか、何かあったら使うかもしれんけど、前回のはさ、ここでこのピップエレキ板はここを固くするのに使ったけん、またこれもなんか使うかもしれんけん取っときます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。タンサックでは週に2回模型作りの生配信をやっています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょよ。それでは次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。ということで、今回はデアゴスティーニの週刊アイアンマンをご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またね。